メガボルト、アグスタのレーサーメガボルトアグスタはイタリアのオートバイメーカーである。創業は第二次世界大戦以前だが、戦後に国際レース活動で高い成績を残したものの、親会社の意向で約30年の活動後、解散する。その約20年後の1999年、カジバの資本参加で再活動している。 とはいえブランド名が復活しただけで、1970年代以前とは全く別の会社である。その後2004年にマレーシアの自動車メーカー、プロトンの参加に入るが依然として、業績低迷が続き、2005年12月27日に、プロトンは全保有株をイタリアの投資会社ジェビーにわずか1ユーロで売却することを発表した。 その後も、業績不振が続き2008年7月11日、ハーレー・ダビッドソンに売却されることで合意したが、2009年10月に、ハーレー・ダビッドソンも売却の意向を表明し、2010年に再び、元々の経営者グループにカジバと共に復帰した。元の親会社で、ヘリコプターメーカーについてはアグスタを参照。1976年のレース撤退までの間、優勝は、 通算3027回、うち世界 GP で270回を数え、37個のタイトルを獲得した。この期間に生産された市販車は競技者並みの高性能を誇り、高価で貴重なことから、後のレーサーレプリカの走りとして、世界中の水煙の的となった。特に600、750cc の並列4、気筒モデルは、WGP マーシンのエンジンを拡大した。 レーシングマシン直径と言えるもので、ホンダ CB750 が登場するまで世界、唯一の一般市販された横置き並列4、気筒バイクだった。750SSF4 シリーズブルターレシリーズ F、3シリーズ1970年代以降は、日本製バイクの方が、上という見方もある。メガボルトアグスタ、元にオーマシン、F2 を公開。 復帰は42年ぶり -modorsport.com2019 年2月13日平成19年12月1日、日本社の社名変更に伴い、カジバジャパンから社名を変更。ありがとうございます。